左側通行の例外。次の場合には、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができますが、この場合でも、1の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければいけません。1、一方通行となっているとき。2、道路左側部分の幅がその車の通行に十分でないとき。3、工事などのため左側部分だけでは通行するのに十分な幅がないとき。4、左側部分の幅が6メートル未満の見通しの良い道路で他の車を追い越そうとするとき。ただし、標識や表示で追い越しのため右側の部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除きます。5、勾配の急な道路の曲がり角付近で右側通行の表示があるとき。